どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。マイメリーメイビー、続きやっていきましょう。もうちょっと。フル行きましょう。もう夕方で。まったく。まあまあまあ、多めに見てやれよ。あの子も頑張ってるんだから。頑張ってるって何を。誰かしら。ん？来客。ちょっと俺が見てくれよ。はーい、どちら様です。俺だ。その声を聞いてなんか変な胸下げを感じ、急いでドアの鍵を外した。え、まさかの恭平さん。こんな時間に。何ですか、何の用ですか。おいおい、そんな警戒しなくてもいいだろう。いや、少しいいか。はあ、え、俺ですか。レウちゃんじゃなくて。レウなら毎日嫌になるほど調べている。今日はヒロトに用があるんだよ。ああ、はあ。どうだ、外で。まあしょうがない、とりあえず行こう。こんな時間だっていうのに暑いな。ここら辺はそうですよ。なんだ、寡黙だな。今さら無口な男がモテると信じているのか。いや、正直言って彼は苦手だ。俺の全てを上回る言動で、しかもそれを自覚してるような感じがある。とにかく取って食わないから安心しろ。どうしてこんな時間に。ん？ああ、ちょっとな。何？まさかレウちゃんに何か。考えすぎだ。はあ、ちなみにあの初日の事故以来何かあったんですか。いや、何も。問題なしだ。俺たちがレイを不必要にいじる気がないのを感じたのか、内部のシステムは自由に見させてくれる。はあ。ただし、見せてくれるだけだがな。いじらせはしないって感じなのかな、きっと。え？いじろうとすると、途端にあの時の予兆が起こるんだよ。はあ。まるでレイちゃんが無意識に拒否するみたいだ。まあな。ちなみにお前、詳しいのか？って、そんな顔してないな。すいませんね。確かにそうですけど、顔で決められるのはどうかと思いますが。悪い悪い。いやな、何か気になったものだから。はあ、何をです？レオのシステムがそこまで拒否する原因。原因？もしくは、現在の状態に改造した張本人についてだよ。ボディを乗っ取ったくせに、親である俺たちの言うことを聞かない。はあ、乗っ取ったって、その言い方は正しいかどうかわかりません。でも、事実を一番的確に表現している言葉じゃないか。俺は答えなかった。すると彼はため息をついてさらに言葉を続ける。まただんまりか。沈黙は金なりという言葉があります。だが、ディベートの作戦としては最低の戦法だ。ぐっ。覚えておけ。それに、俺に詳しいことなんかは知りません。確かにな。ヒロトに聞くぐらいなら、うちの会社のデータにアクセスするよ。ぐっ。確かに。ちなみにあなたはいつもそうなんですか？俺はあなたに隠し立てすることなんかないですよ。そうだよな。お前は善意の第三者だ。俺たちが来るまでレイを保護してくれた。逆に俺たちより知っていることは少ないし、隠す必要もない。まあな。違うか。善意の第三者っていうのは、これまあ法律学ぶと分かるんですけど、知らなかったという解釈で、やってください。善意悪意っていうのは法律用語でちょっと意味合い変わるんで、そこの方をご理解ください。まあ要は何も知らずに関わった第三者ということで。はい、その通りです。オーケー、わかった。じゃあ次の質問だ。いいか、慎重に考えろよ。レウちゃんのためになり、それで俺の知ってることなら何でも喋りますよ。軽々しく宣言しない方がいいぜ。いい。3週間と6日前、つまり東南アジア地域よりやや北寄りの静止衛星上で、レウが実に久しぶりに捕捉された時のことだ。はあ、その時俺はここにいませんでしたよ。最後まで話を聞く方が利口だ。はあ。その時、ここでは何が起きていた。
船の事故じゃない？それでも答えは一緒です。俺はここにいませんでした。知る由もないです。だからまだ話は終わってないし、そもそもここまででお前の返答なんか誰も期待してない。すいません、いちいちトゲのある言い方をするこの男に反感は強くなる一方だった。あの日あれが出現した。あれ？そう言って恭平さんは線を俺に固定したまますっと右腕を海の方へ伸ばした。あれだよな、その指の先には船があった。え？そう、あの船の事故があった日なんだよ。にレウちゃんの反応があったってこと？彼がそう言った瞬間に俺の脳裏をよぎったのはレウちゃんと初対面の姿、保健室のベッドで目を覚ました時のこと、そして草津さんの姿、そしておじいさんの顔だった。その奇妙な符号の一致があったから少し調べてみた。うん。死傷者ゼロ、おまけに生還した者もゼロ、つまり中はもぬけの殻。はあ、おかしいとは思わないか。彼の態度は相変わらずひょうひょうとしている。もちろんレウとの関連性は今のところない。だが俺の直感が何かおかしいと言っているんだ。はあ、そんなこと言われても俺は何も知らないですよ。そう、お前は知らない、何も知らない。うん。だからそのことについて詳しい人間は誰だ？誰？え？話が少し意外な方向に曲がってきている。レウちゃんの話がこの町の全体の何かに直結しかかっている。教えてほしいんだ、このことについて知っている人間。この世界にどっかにいるかもしれない生存者なら知ってるでしょうね。答えとしては当たらずとも遠からずだな。うん。ならこの町の警察。そこは当然当たっている。しかし何もつかめなかった。あれ、まだ何もつかんでいない。草津さんのおじいさんが確かその船の事故の時に、あれは違うっけ、そのなんか助け出したみたいな。なら誰も知らないですよ。そんな答え方をしなくても知っている。この事件について知っている人間を。だからレウが何か知っているかと思ったんだが。ああ、まあレウちゃん、まああいにくそこら辺のデータは全てアクセスできない。ああそうなんだ。プロテクトが何かかかってる。どういう意味です？正確には誰かの手によって守られている。え？それってもしかしてその船にいたはずの誰か？そう考えるのは早計だ。少なくともレウとあの船の事故の関連性はまだない。はあ、もしかしたら俺の考えすぎかもしれないがな。でもタイミング的には一緒なんでしょ？関係がゼロとは言い切れない気がするんだよ。とりあえずレウに一番近いお前のところにやってきたんだが、うん、本当に心当たりがないか？うん。彼は俺から視線を外さない。俺も視線を外すことができない。心当たりがあるといえば草津さんちのおじいさんだ。しかしそのことを彼に告げてはいけないんじゃないかとふと思った。もし喋れば草津さんたちに何か危害が加わるような、そんな気がした。いや、何も知らないですよ。そうか。うん。それならいい。ああ、申し訳ないっす。あの船時代の調査はしたんですか？いや。今管轄水域の海上保安庁に調べさせてもらえるように申請はした。ああ、だがいつになるのかはさっぱりだし期待はしてない。なんで？どうしてです？すでに原因不明で捜査は終了している。めぼしいものはもう何もないだろう。ないのか。せめてその資料を持ってくるとかさ。だがいつかは行かなきゃいけないだろう。まあな、あそこにレウとの関連性が少しでもあるならな。うん。おっと、間違えた。まあ確かにおっしゃる通りだよな。俺はそこまでの執念と手回しの良さに違和感を感じていた。レウちゃんが突発的に新たな原因を探るにしてはそこまで調べる必要があったんだろうか。それともレウちゃん以外に何か調査目的があるんだろうか。一ついいですか？なんだ？レウちゃんが現れた原因を探るだけならそこまでの調査の必要性はないと思うんですが。どうしてそう思う？え？レウちゃんの存在自体がバグならば、そのバグの原因を彼女の体の外に求める必要性がないからです。なるほどな、確かに道理は合っている。うん。
そう認めるならどうしてそこまでするんですか。それは機密事項だ。そうですか。と言っても納得してない顔してるしな。いや、それは納得しない。機密に抵触しないことだけでも話してやるよ。ああ、マジっすか。レウ、いや、レプリスなら全ての個体にセキュリティが施されている。うん。それが不正な手段で破られた可能性が高い。はあ、セキュリティ破り。でも全てのシステムには弱点があります。理論上では確かにそうだ。だがな、レプリスのセキュリティは過去一度も破られたことはないんだ。はあ。詳しいことは話せないが、全く発想を変えた技術を採用している。もちろん過去さまざまな組織がそのセキュリティを破ろうとしただろう。しかしそれが成功した形跡は今のところ何もない。なるほど。レウがそれに当てはまるなら第一号だ。それならその原因と実行した人間を特定しなくてはならない。まあそうだな。うん。絶対のシステムは存在しないと自覚していながらその可能性を否定していたとは、まさしく矛盾という言葉がぴったりですね。皮肉なら笑って受け止めておく。とにかくその仮説がもし合っているならば、我が社ではその対策を立てなくてもならない。まあそうだよな。我が社、レウちゃんのためではないんですね。レプリスは我が社の主要な収益部門だ。俺はその実務責任者の一人だからな。せめてそこで嘘でもレウちゃんのためと言ってくれたら少しは見直すんですが、残念です。レプリスに心はあるか否か。うん、ありますよ。レウちゃんを見てたらよくわかるじゃないですか。ならコンピューターは？ん？話がずれてますよ。いいから答えろ。能力が高いコンピューターが人間と同等の記憶および演算ができたとする。ならば人間と同じものなのか？いや、違う。コンピューターはあくまでコンピューターです。ならば人間の神経を伝達する際にかかる電荷と全く同じ条件の導線がある。ならばこれを神経細胞とみなしていいのか？いや、それは違うんじゃないかな。違う。別のものとして考える以外選択肢がないでしょう。ならば人間の筋肉と同等の力を出せる油圧ポンプがある。だからといって人間と同等とみなしていいのか？いや、全部違います。一体何のつもりですか？ならばそれらを集めて人間の体と似たものを作り、人間と同等もしくはそれよりも上の能力を引き出せるようにした製品があるとする。なんか嫌な予感すんな。力も人間と同じかそれ以上、人間と同じ思考方法でコミュニケーションも可能だ。それは人間と同じくらい価値のある存在なのか？いや、俺は答えられない。言葉が出ない。レウちゃんはあくまでもプロダクツ、つまり工業製品に過ぎない。そう言われて反論の材料を必死に探した。つまりレウ、いやレプリスとはそういう存在なんだ。それは冷静な理性による結論です。物事の本質の一断面でしかない。レイちゃんは一人の女の子、人間として俺は見てます。俺はまっすぐ彼の顔をして彼の顔を凝視した。少しだけ彼の微笑が崩れる。ああ戻ったんだ。その何かはぐらかした様子に、苛立ちが募る。その言葉、京介も同じことを言っていた。ああそうなんだ。昔を懐かしいぐらいならなぜ彼を連れてこないんですか？このプロジェクトにおいて京介は必要じゃない。うわ、あくまでも目的はレウの回収と原因の追及だ。はあ、それでレウちゃんを一人ぼっちにさせて心が痛まないんですか？さっきも言った通り、俺にとってレウは調査および研究対象だ。うわ、たとえそれによって彼、あなたの弟が悲しもうと？ああそうだ。うわマジか。随分残酷なんですね。よく言われるよ。言われるんだ。あなたに失望しました。別に構わない、そんな言葉は慣れている。俺はそのままキビスを返して歩き出した。レウちゃんを物としか見てない態度、それを否定する俺を見下す態度、レウちゃんにとって一番いい方法ではなく自分にとって何が大事かそれを貫く態度。おい、最後に伝えることがあるんだが。何？手短にお願いします。あと少しでレウの再解析が終わる。え？それの結果次第だが、
あのボディにアタックを仕掛けた人間に報復を開始する。報復 ?52。ただし、レウちゃんを傷つける真似をしたら、ただじゃ起きませんから。了解。ああ。最後の言葉に過剰に反応したくなかった。俺は即座に後ろを向いて、振り向いて再び歩き始めた。もはや彼の全てに対して嫌悪を感じる。彼と同じ空気を吸いたくない。もうなんか人種として違うぐらいのレベルなんだろうな、きっと。ヒロト君、もうどこ行ってたの？いやー、すまん、いろいろあったんだよ。心配したのよ。すいませんね。もしかして待っててくれてたの？そんなわけないじゃない。行って帰ってきたところ。そうか。今日のお風呂どうするの？いやー、しょうがないからパス。まったく。ねえ、恭平さんとどんな話をしてたの？言えるかこれ。聞かない方がいい。え？それってどういうことよ？ひろとくん、眉間にシワシワ、よくないよ。ね？うわ、結構。レウちゃんが俺を心配して話しかけてきてくれている。俺は彼女の姿を見た。たとえあいつが言うように彼女があらかじめ仕込まれていた動作しかできない悲しき人形だとしても、俺にはそれを認めることができない。レウちゃん。ん？何？俺は無言で彼女の頭を撫でた。レウちゃんは一瞬びっくりしたけれども、それ以上は何も動かず俺のなすがままになっていた。これからもっと暑くなるのに、今夜は少しだけ風が冷たい。同時に涼やかな虫の鳴き声がいつまでも周囲を取り囲んでいた。それは同時に俺たちを慰めているかのようだった。なんかちょっと気になるな。なんかもうそろそろ解析が終わっちゃうんでしょ。報復ってなんだよ一体。はい、というわけでね、はい、良い子のみんな、おはようございます。なんかタイトルやばくねえか。行かなきゃ。というわけで次回行きたいと思います。お楽しみに。ワンツードン、お楽しみに。じゃね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。